大体今の心理学っていうのは、心理学の父と言われる3人の心理学者から生まれてきました。1人がフロイトっていう人なんですけども、名前ぐらい聞いたことあるかも分かりません。でもう1人がユングという人です。で、オーストリアとスイスの人なんですけども、この2人がいわゆる意識と無意識というのを初めて見つけ出した人なんです。で、もう一人がアドラーというオーストリアの人なんですけども、この人は2年ほど前に「嫌われる勇気」という本が出まして、すごくヒットしたんですけど、でこのアドラーという人はアメリカへ移住して、でアメリカで実を言うと20世紀の心理学の基礎をアメリカで広めていった非常に有名な人です。この3人が心理学の基礎を築いていって、で傾聴というものを広めていった。で、僕自身、いろいろ経験してきた中で、ここに「お前は甘い」って書いてあるんですけども、これは実を言うと、僕らが若い頃の大人の世代というのは、若い者が相談に行きますと、必ず「お前は甘い」と。この甘いっちゅうふうに言われるから余計にしらけてくるんですね。僕自身20歳ぐらいの頃にすごく自殺願望に陥ったことがあります。自分自身が全く意味のない生きてても意味のない、自分がもう全く何て言うんですか、こう生きてる価値がないというふうに思い込んでた時期がありました。で、死に場所を探してうろうろしているときに、ある小さなキリスト教の教会がありました。そこで中じゃなくてピンポンと押したんですね。ピンポンと押したら、中から結構年老いた牧師さんが出てこられました。そこでキリスト教の牧師さん、牧師の T さんというふうにつけてます。この方は、今まで自分が思い込んでた話っていうのを全くこう遮ることなくとことんまで、聞いてくれた。で、僕がもうこれ以上言うことがないですということを言うぐらいまで、しゃべらせていただいて、もうこれ以上何も言うことないです。で、最後に一言だけ言われました。あなた以外の人がどんなに成功して順風満帆な人生を歩もうが、またあなた自身がどんなに惨めで死に場所を探すような運命であろうが、神様の前ではみんな平等なんです。なんともないことかも分かりませんが、この一言ですごく感動した。そこからあれから40年ぐらいになるんですけども、その牧師さんの言われた言葉が忘れられなくて。で、今こうやって人の悩み事を聞いて、お話を聞かせていただいて、いい方向に向いていけるような自分のライフワークというものが作られてきたというふうに思います。もう一人は当時河南町の民生委員をされてた A 野さんという女性なんですけど、まだ元気でいらっしゃいます。河南町には河南荘という軽非老人ホームがあるんですけども、あの頃は河南町社協で心配事相談という事業をやってました。で、民生委員さんと組んで、いろいろ地域住民の悩み事を聞くという事業をやったんですけど、その近所の河南荘から90ぐらいのおばあさんが2、3週間に1回は必ず来られるんですね。で、毎回同じ悩み事を言われます。
自分はこんなに長いこと生きてるとは思わなかったと。きっと国の方もこんな長いこと生きてるもんはお金がなくなって裸一貫で掘り出されるんやないかと。それが心配で、相談に来た。毎回同じ話しはるんですよ。だから結構年月経っても覚えてます。でもこの、矢野さんというその民生委員さんはほんまに初めて聞いたように一生懸命そのおばあさんに寄り添って話を聞いてました。背中をこうさすりながらね、大丈夫やから、絶対そんな国はそんな裸一貫で掘り出すようなことしないからと。だん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 饒舌になってくるんです。おばあさんも饒舌になってきてすごい話をしだします。毎回毎回同じ話をしに来はるんですけども、結局しばらく経ってもういらっしゃらなくなりました。どっか の違う老人ホームに移られて100歳以上まで生きられて天寿を全うされたようです。で、随分経ってから演者の方から河南町社協に12、3万ほど寄付が届きました。つまりそのおばあさんが遺言として自分の持ってるお金のすべてを河南町社協に寄付してほしいという遺言があったんです。びっくりしましたね。で、結局それはそのおばあさんは同じ話をしに来てるんだけれども、聞いてもらえた話を聞いてもらえたことに対するお礼やったというふうに思います。もう一人は私の師匠である心理カウンセラーの時子さんという、師匠と思ってるんですけども、この人も結局自分自身が社協を辞めてもう60過ぎて仕事をしなくなって、アルバイト程度のことはやってるんですけども、毎日のように家にいてますと女房との関係がなんとなくギクシャクしてくる。そういう中でなんかこうどういうふうに生きていったらいいかわからんようになったね。で、この私の師匠の時子先生にカウンセリングを受けた。その時も結局うまいことを誘導していくんですね。で、この3人の方、キリスト教の牧師さんとか河南町の民生委員の N さんとか時子さんとか、この3人に共通しているのがいわゆる傾聴ができていたということになると思うんです。で、僕自身がその心理学に興味を持ち出したというのは、普段からその社協の相談事をしているだけではなくて、東日本の大震災の時に南三陸町に臨時職員として派遣されてたことがありました。その時に仮設住宅巡りが僕の役割だったんです。で、いろんな仮設住宅がありました。もうほとんど山の中腹ぐらいに仮設住宅が建ってるんです。非常にこう急斜面で、そんなところで高齢のおじいさんおばあさんがなかなかこう生活するのも難しいやろうなというような環境でした。そんな中で、特に高齢者が多かったんですけども、そのいろいろ話を聞いて、メンタルヘルス的な仕事をしてたんですけども、この時は生きててよかったねってこう涙流しながら握手してはったんですよね、皆さん。ところが3年後ぐらいになって、自分で、2週間ほど休暇取って個人で行ってみたんです。そうするとその震災があった直後ということが変わってくるんですよね。で、何が変わったかというと、そのなんていうんですか、その仮設住宅から出て新しい家を作ってそこへ入れる人はええんですけども、仮設住宅3年経っても仮設住宅から出られないような人がたくさん出られました。
その人たちがその出ていける人らに対する妬みひがみみたいなものがいっぱいあったんです。だから人間というのは本当に変われば変わるもんやなというように思います。人間の三大欲求というのは、我々学校では食欲、性欲、睡眠欲というのが三大欲求だと習ってきたと思うんですけども、最近はこの睡眠欲というのから承認欲求というのが3番目に来るようです。承認欲求というのは自分を認めてほしい、自分の話を聞いてほしい、そういう欲求のようです。まあ、先ほどご紹介しましたアドラーさんから言わせると、この承認欲求があるから人間は悩むんやというような話も出てまいります。フロイト・ユングという人が見つけた意識と無意識の関係なんですけども、大きな三角があるんですけども、ほとんど大半が無意識。人間の意識っていうのは、自分が意識している顕在意識というのはごく一部で、ほとんど大半が無意識だと言われています。ですからこの無意識がいろいろな技をしようわけなんですけども、前の方にお見せしました お前は甘いというふうに言われ続けてますと、この無意識の世界の中で自分は甘くなければならんというふうに思い込んでしまうらしいです。まあ、考えてみましたら、その甘い人いますよね。まあ、誰のどこにでも甘いって言うて、その甘くなくなった人っていらっしゃらないと思うんですね。甘いやつは甘いんですよ。それをその甘いと言うから、結局甘くなければならんと、この無意識の中で勝手に判断している、そういうことらしいです。それでは傾聴を具体的に考えてみましょう。スキルアップのために、まあ、今からここに出てくるのが、まあ、いわゆる教科書的なものなんですけど、うなずく、相づちですね。これがすごく大事です。僕も結構社会福祉協議会31年間おりまして、役人の話っていうのはもう嫌というほど聞いてました。だけどほとんど聞いてない、真ん中の間寝てるんです。気づいたら話が後半の方に移ってる。で、僕はある心理カウンセラーの先生に相談したことがある。役人の話はおもろないんで、ほんまにおもろない、寝てまう、どうしたらいいですか。そしたらね、うなずきなさいと、話をうなずきながらこうやって聞きます。ならね、確かに寝ることなく聞けるようになりました。しょうもない役人の話が最初から最後まで聞けるようになりました。で、役人の話はほんまにつまらんということが初めて分かりました。で、あと、事柄の反復、オウム返しですね。何々なんですよ、何々なんですねというふうに確認をしてあげるというような感じです。で、感情の反射というのは共感をするということです。まあ、その話し手の話にこう同じような感情を持ってあげるという、まあ、ちょっと難しいんですけど、あとは要約、要約っていうのはその話の大体の意味をこう理解して、で、こうこうこうでこうなんですねというふうに要約をしてあげるということ。で、あとは適切な質問です。常に話の中で、話を聞いている中で、何か意見を言うんではなくて、常に質問をするという態度がいいらしい。で、心の汲み取りっていう、ここが出てくるんですけど、これが一番傾聴の中では難しい。相手の心を理解してあげて、どういうふうにしていけばいいかというようなことを理解するということなんですけども、この6つのスキルアップの条件なんですけども、見てみたら
そんなに大したことないかも分かりません。ところがこの6つのスキルアップに必要な条件というのが、なんとFBI がこれに基づいてこう練習してるらしい。 FBI がテロリストをその説得するとき、こういう6つの条件を勉強しながらやってるということらしいです。傾聴のポイントなんですけども、話し手と聞き手がどれぐらいの割合でいくかというと、話し手が80に対して聞き手が20、つまり相談を受けてる側、相談を聞いてあげてる、話を聞いてあげてる側が喋るのは20です。で、話し手が80ぐらい、で自分は20ぐらいしか喋ってないつもりでも、ついつい60ぐらいになる人がまあまああるもんです。そのイメージとして80対20というふうな割合で話を聞いてあげるといいらしいです。で、批判、反論はしない。意見をなるべく言わない。こういうことが大事。ついついこう、そんなこと言うけどあんたとこう言いたくなりますよね。それを言わない。で、アドバイスはしない。それから、ただ話しての気持ちになりきるという、ちょっとなかなか難しいかも分かりませんが、一番厄介なのは先ほどの条件の中に出てきました心の汲み取り。心の汲み取りがやっぱり今の僕もやっぱりまだまだ難しいなというふうに思います。傾聴のポイントの2番目なんですけども、じゃあどういうふうに話を聞いたらいいのか。例えば映画館で映画を見てます。映画館で映画を見てて、主人公に感情移入がするとされていくと思うんです。例えばミッションインポッシブルでトム・クルーズが何百メートルという高いビルから飛び降りたとする。飛び降りてる自分、そのトム・クルーズに気持ちが映っててヒヤヒヤします。ヒヤヒヤするけども、自分は映画館で見てるだけ。そういうイメージを持つといいらしいです。で、まあ今日はまあ時間も時間なんで、あとは実際に傾聴を やってみるということで、傾聴の体験をしてみてはどうかなというふうに思うんですけども、やってみようと思われる方いらっしゃいますか。うつすということと、うつされるという不安がありますかね。働くにしてもやっぱりそういうことがあるから、やっぱりうつす方が心配ですかね。うつされるというよりもコロナでね、それぞれ皆さん大変だったかと思うんですけど、もう実はその東京に娘は行かなきゃいけなくって、孫とね、そうすると大阪と全然違うんですよ。もう